平安時代は覗き覗かれることが普通だった。ところで南吉師匠ね、はい、光る君へ、まあ、こういうね真宙と道長の逢瀬、うん、こういうのがあったりするわけなんですけれども、実はこの時代は最先端の建築が神殿造りと言いました、はい、まあ、これが書院造りに変わるんだよ何に変わるんだよとかいろいろあるんですが、少なくともこの時代最先端と称された神殿造りを、貴族は採用しているわけなんですが、これ気づいた人もいると思うんですが、筒抜けなんですよ、うん、だから隠せないですよね、プライバシーゼロみたいな。確か、じゃあ男女の恋愛ではそれをどう乗り越えたんですかねっていう、へーみたいなお話ができたらと考えています。では行ってみましょう。わ、この写真のような感じでしょ、うん、これどう考えたって筒抜けですよね。寒くねえのかもあるんですが、平安時代の貴族の屋敷は当時最先端の神殿造りであった。風通しの良さを第一にして服は結構着てますよね、うんうんうん、で建物の外周は建具で守ったんですよ。まあ敵ってほど攻めてこないでしょうけれども、さすがにそういうものはなんつう雨戸みたいにして下ろして取り外したりいろいろできるんですけども、問題は室内なんですよ、はい、壁ないでしょ、うん、ないね。で床が板張りで周囲にこう縁側がありますよね、うんうん、この上に庇があって屋根が伸びててねっていうような作りが神殿作りの基本になってるんです。ですから室内に襖や障子はそれでもあったんですよ、うんうんうん、ところが天井まで行くもんじゃなかったらもう筒抜けする声も様子も、はい、確かに分かっちゃいますよね、うん、でそういうようなものでもなく、しかも取り外しが可能なもんなんですよ、うん、最初から建ててる作って置いてるんじゃないですよ、うん、現代のお家みたいに最初から分けてるんじゃないんですよ。取り外せるようなものしかないんですね。襖はあるんですけど、はい、障子とかそれ以外はご覧のように屏風であるとかこう布がかかってますね、布かけたりついたてで個人スペースを演出する程度にしかその枠組みがないんですね、うん、そこでこのエリアこのエリアこのエリアっていうふうに分けているわけです。ですからそういう形なので室内では全てが筒抜けないようなものであり、現代人とは比べ物にならないレベルのプライバシーであったわけです、うん、ね。でだから貴族階級の女性がこの前もやりましたが表に出ない、はい、人に会わない顔も見せないっていうのは会うともう誰にでも何でもとにかく筒抜けなんですよ、うん、女性側はリスクありますよね、はい、男性はまあ別にいいでしょういいでしょうっていうだけかもしれないけど、女性側はリスクがあるので全て筒抜けの前提になるからそういうのをしないわけですね。だから例えばとしては恋愛の最初では遠巻きに男性に覗き見、覗き覗かれってぐらいですから、はい、覗き見させる垣間見ってものがあったんですよ、うん、だからまず和歌とかちょっとやり取りして一回ワンポイントでこの垣間見っていうのがあるんです。うん、そうすると男性側は外とかちょっと遠巻きに女性の姿形とかお家が分かるわけだから、その暮らし向きなんかを見て判断すればいいわけですね、はい、顔まで分かんない遠巻きしか分かんない、あでもこんな感じなんだまあいいんじゃないのとかいうことになったりするし、女性側もじゃあその覗かれてるだけではなくて男性が覗いてるのを見てるわけですよね、はい、ね、前もそういうやったんですよ、そこら辺にいて何人かでいて、うん、その、縁側のところにいるとその囲いの柿の向こうから男性が見てるみたいな、はい、ね、あれ垣間見っていうんですけど、逆に言えば男性のことも見えるんですよね、うんうんうん、でなんか嫌だなと思ったら結局手紙を返さないとか、それとなんか断りの和歌を入れたりとか、女性側は断れないってちょっとこれ成り立たないですよね、うん、確かにイーブンじゃないとおかしいですよね、この段階で。それで容易に会えないのでであったら筒抜けなんだもん、うん、だからそういう必要な段取りを組んでたんですね。だから覗き覗かれ文化だからこそあったものなんですよっていうことの中で、一方女性にはほぼほぼお付きの女性女房というものがいました。これ実助が通りがかると後ろからみんなが遠野中将はこうらしいわよ遠野中将がこうらしいわよってしびれちゃったというシーンだったんですけれども、うん、まあいずれにしてもさっきの話垣間見をするっていう形になります、うん、女性は男性が来るタイミングで縁側に行かなきゃいけないんでしょ、はい、ねえ
ってことは男性見に行って勝手に覗きますだったって女の人出てこなきゃ意味ないんだから、うん、そんなのは手引きをしてもらって合意の上でやってる一つの儀式なわけですよね。ですから手引きもしてもらわなきゃいけないし、女性の承認が得られないでそんなのはできないですから、うん、結局それは女性の女房に段取ってもらうわけです。だからこうお願いできませんか、こうしてもらえませんかって言って本人は出てこずに女房に取り継いでお願いをしていって、女房がじゃあ本人に聞いてみますとかやらないと成り立たないですよね、はい、だから結局は真宙にも糸みたいな人いるわけですよ、うん、ですからそういうような形の女房、まあ、女房というのは宮中系な呼び方ですけれども、そういうような、まあ、女性がいたわけですよね。でじゃあうまくいきましたと、で最終的に2人で会いましょうと、会い引きですっていう時もルールがあるわけじゃないんですけど、どうですか、家に入ってってどこの部屋か分かんないとかできます、男性側できない。だから手引きしてもらうためにはその女房の人が協力しないと無理ですよね、はい、しかもそれは女性の方も合意してるっていうことだから自信を持っていけるわけですよね、うん、もちろん勝手に行っちゃうケースもあるんですよ、予売とか言いますけど、そういうのもあるんですが、そのルールはないんですけれども、基本的にまともな人であれば2人だけで会う時もそんな危ない橋は渡りませんので、結論的に手引きをしてもらってるわけです。つまり2人だけでいようが、最終的に周囲には他の人が神殿作りだし、そういうルールで手引きまでしてもらってるのに周囲に人がいないと思うことの方がおかしいですよね。うん、ですから紫式部日記によれば、少子クラスだとお付きの女房だけでも30人以上いたと記録が残っています。もちろんこれは中宮クラス、皇后クラスですから大勢いるわけで、全員が揃うということもそれはありえないですよね。ですが常にたくさんの人に囲まれていたことだけは事実ですよね、うん、つまりこう神殿作りなんだけど絶対周りに人がいるんです、はい、でしかもじゃあ女房はもうそんなことせずにって言っても呼ばれたら駆けつけなきゃいけない仕事なわけですよ、うん、ですから静かにはしてるかもしれないけど周囲でじーっといるんですよ、ね、で声も聞こえるわけですよ、はい、だからちょっと品のない例えかもしれませんが、例えば、南吉祥が女性でそれで、定子だとか少子だと、うん、一条天皇が来ましたって言っても絶対に女房はいると思いません、うん、呼べば来れるところにいなきゃいけないんだもん、その人は、はい、もちろん黙ってますよ。だけどそれでじゃあ夜の行為ですと言った時に、いやーずいぶん盛り上がっちゃってましたねとか、うん、あれずいぶん静かにしてましたねとか分析されたら倒れません、いやだねえ。だけど当時の人はもうそれは前提で行くしかなかったわけですよ、うん、じっくり覗いてなくてもある程度そういうものは筒抜けな前提で行動しなきゃいけないわけなので、現代では信じられませんがそういう環境で当時の貴族は普通に生活していて、一人と言ってるようだけど一人とは限らない、うん、特になんか王政のようなことをするなんていう時には一人ってことは根本ありえないということですよね、はい、っていうことをよく理解しなきゃいけないわけです。ですからちょっとそれるかもしれませんが、中村天風という有名な思想家がいて、はい、私が生まれる頃まで生きてた人なんですけど、明治生まれでね、うん、でその人が戦前に三井だか三菱だかどっかの財閥の息子さんがお知り合いでいたんだって、はい、で先生しびれちゃいますよ、どこに行くにもお月が来ちゃってね、で一人にはさせてくんないし、それは危ないからしませんよでどこ行くにもついてきちゃったりして、僕はやでやで一人になれなくて自由がないですよっつったんですよ、うん、ただ中村天風は有名で、金魚だって糞がついてるけど気にしてませんよっつったと、はい、いうことなので、当時の貴族の人はそんなの気にしてたら何にもできないわけですよ、うん、だからそんなこと一人にしてくれよとか言わないわけです、はいはいはい、ね、神殿作りなんです、無理なんだから。だからそういうような仕組みの中でどうするって言ってたわけです、うん、そこにブーを垂れたって意味がないわけなので、そういう対応していたわけです。ですから覗かれている前提で夜の行為もしていたし、行動は全てバレて筒抜けの前提で行う必要があるから、その前の段取りは堅実に踏んどく必要があるわけですよ、うん、変なやつだと思われないようにして、そういうふうにして覗かれたっても周囲から不評を買っちゃっても嫌だし、うん、なんだよあいつなんてことになっても嫌だから、
そういう変な形にならないようにして段取りを踏んでいたわけです。で、女性だろうが男性だろうがもう一旦会っちゃえば会ってたよって言われる事実は周囲には隠せないわけですよ、うん、うん、絶対バレてる前提なわけです。覗くっていうのが完全にこう見て覗かれてなくてもバレてる。もうとにかくそういうことを昔のこの平安時代の人は理解をした上で行動をとってるっていうことをみんな分かってないんで、どうしても現代風にドラマなんかアレンジしますんでね、なんか変なことになっちゃうわけです。てな中で廃屋で会う道長と真宙、はい、光る君へでも道長と真宙は廃屋を二人だけで出会う場所としていました、うん、これなかなかイケてる賢い二人ですよね、はい、ただバレないっていうことですよね、うん、ね、いかに神殿作りでも廃屋だったら誰もいないっていうことですよね、はい、で源氏物語でも光源氏は夕顔と廃屋で会ってたり、仁王宮が浮舟を騙してちぎるのも召使いの親戚の粗末な別荘であったっていう例もあるんですよ、うん、まあ後者はもう光源氏なんか死んだ後なんですけど、この仁王宮っていうのもあの浮舟の、彼氏のふりをして、はい、連れ出して、うん、そういうことをしちゃうんですけど、結構源氏物語って本当よく読むとえげつない話ばっかなんですけど、まあとはいえそれもどっかに連れ出してるわけですよね、うん、でもさっきからの話で分かる通り、それなりの高貴な女性が普段から召使う女房全員に内緒なんていうのは不可能であったっていうふうに考えられるわけです。ですから真宙と道長がいろいろやってるところの真横にいるわけじゃないけれども、うん、どうもそういうふうにしてるらしいよっていうのが一人も分かんないまんまやるっていうのはなかなか難しかったわけですよ。はい、はい、ですから源氏物語はじめ当時の物語も3つがいくつも描かれてはいますが、身近な女房には絶対バレているっていうのはまあほぼほぼ前提でしょう。うん、うん、とにかく平安貴族や女性には現代の有名人以上にプライバシーがなかった、はい、ね、政治家がとか、うん、フライデーをされていますとかフォーカスではとかそんなレベルじゃないわけですよ。そんなのバレーバレーが大前提なわけです、うん、なので覗かれていたりバレている前提で男性も女性もその女房を味方につけるわけですね、はい、だから手引きをしてもらったり、今度は人から隠す、女房は分かってるけど黙っといてくれるとか、うんうんうん、で肝心な例えば親とかいろんな周りにはバレないような役割を果たしてもらってたわけですよね、はい、例えば廃屋を使ってるからだってこれはドラマではバレてないで2人だけでガンガン会ってるような体になってますけども、1人で走ってっちゃって、うん、あれっていう風にはみんなすぐ分かるわけですよ、はい、うん、黙っててくれてるだけですよね、うんうんうん、覗きにまで来てるとかそういう意味じゃないんですよ。バレてるんです。でも現代人はバレないようにやろうとしますよね。そうですね、この時代の人はバレてる前提でうまくやるんです。うーん、だからそれが分かってないと、まあ、ドラマはそこまで神経質になる必要ないんですけども、記録っていうものとかを考えてもしご覧になる機会があった場合については何か解釈を間違えちゃう場合もあるわけです、うんうんうん、だから普通こうだよってことを理解しなきゃいけないわけですよね、はい、だから例えば南吉師匠が自分で平安時代に生きる貴族だか女性だかで視聴者がいるみたいに、うん、ね、このドラマは視聴者がいる前提でカメラがある前提で動いてるわけです。演出の人もいて、はいはいはい、ね、女優さんも大変ですよ、いつもの自分の感じでちょっとベッドシーンやってくださいって言われても自分の感じでってどうなんですかって、でなんか適当にやったら、いつもそうなんですかなんて言われたら嫌ですよね。だから結局は難しいんですよ、うん、役者さんだろうが当時の人だろうが視聴者やドラマのナレーターが語りで存在するように、うん、常に見られてるみたいな前提なんですよね。全部見てるわけじゃないけど分かられちゃって内緒ってありそうでない、うん、っていうことを前提に現代人のあなたがもしこの時代の男性女性であったらどのようにこんな逢瀬を感じるでしょうかっていうことですよね。いかがでしょうか南吉師匠は。いや、現代と比べ物にならない、なんか、うん、
世界観というか、そうコンセプトが違うんですよ、うん、だからそういうのを前提にしないで、よく現代の目線から見て真宙がなんとかで道長はこうだったのよって言いますけども、それはこういう現代人にも分かりやすいように表現している面もあるので、何が違うのとか何が同じなのと言ってるんではなくて、はい、根本的な社会の空気感というものは違って当然ですよね、うん、ですからこんなこともちょっと一つ分かっておいていただけると、そうなんだこの当時はねとかいう風になるだけで、またドラマの楽しみが変わってくるんじゃないかという風にも感じています。いずれにしましてもこの覗き覗かれが普通、ね、例えば光源氏でもその、うつせみの、弟が光源氏をやって、私も覗いとけばよかったなとか言ったりとかいろんなシーンあるんですよ、はい、覗くのが逆に普通だったんです、うん、でそうしないと段取りも組めないし会う機会はないし、そういうような中でも一回会っちゃったら品がないですけど、もうそのものズバリみたいな状態になりかねないわけですから、うん、その前の段階で現代人みたいにだんだん仲良くなるとかいろんな人とっていうのはちょっと考えにくいわけですから、はい、だからやっぱりそれでもじゃあっていうようなことを考えていかなければならないっていう意味では、平安時代も現代以上に大変だったっていうことをご理解いただいた上で、光る君を楽しんでください。今回の動画は以上です。また最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。